北米の貨車用台車に組み込まれた二つの輪軸。イリノイ鉄道博物館。輪軸とは、車輪と車軸を組み立てたものを指す言葉である。この記事では、鉄道車両において使用される輪軸について説明する。輪軸各部分の名称鉄道車両では、輪軸は台車内に収められ、軸受けを介して車両を支える。 日本国内での一般的な二軸ボギー台車を2台装着するボギー車では1車両あたりの臨軸本数は4本となり日本では最近まで貨車に多く使われていた二軸車では臨軸本数は2本となる鉄道以外の多くの車両では左右の両輪が独立に回転するが鉄道車両の車輪は大重量がかかり高速で運転されることから強度の点で大抵車軸に固定されて 両輪が一体となって回転する。ただし、少数であるが、タルゴのように急曲線を通過する車両や、調停省の路面電車などでは、左右が独立している事例もある道路を走行する。車両は左右輪が、車軸に固定されると、曲線の走行が非常に困難になるが、鉄道車両では、車輪の踏みずらに勾配を持たせることにより、自然とカーブに沿って曲がるようにされている。また、 脱線防止のため、レールの内側に入り込むように車輪の外周にフランジが設けられる。曲線において、外側レールと外側車輪のフランジが接触している状態の図。A フランジ角度、B フランジ、C 踏み面、P 輪銃、QO 圧。車輪は車両を支えてレール上を移動する役割を持っている。鉄製であることが特徴で、長所としては、 ゴムタイヤと比較してより大きな荷重を受け止められる点、鉄製レールとの組み合わせにより回転抵抗が小さい点などが挙げられる。短所としては、レールと車輪がお互い鉄製であるため摩擦係数が小さく、滑りやすく空転を起こしやすい点などがある。このため、急勾配を走行することができない。日本国内では、箱根登山鉄道の勾配80パーミルが最大となっている。 また、車輪がレールの上を安全かつ円滑に案内されて走行するためにはレールと接触する車輪の輪郭が重要になり必要な条件として次のことが挙げられる。右の図は曲線において外側レールと外側車輪のフランジが接触している状態を表したものである。レールはフランジと踏み面との間で接触しており走行中では 垂直方向からの YP と水平方向からの大圧球がかかっている。フランジの踏み面側と水平線との角度をフランジ角度といい、タイヤコンタでのフランジ角度の基本的な角度は59度である。脱線に対する安全性を高めるため、フランジ角度を大きくした場合、大圧が大きくても脱線が硬くなるが、車輪の摩耗時に作成する場合において、 作成量が多くなり、レールとの接触圧力を小さくために接触面積を大きくすると、車輪の摩耗量が増えてしまう。そのため、理想的なタイヤコンタを見つけることは困難であり、特に大圧が大きくなると、フランジがレールを乗り越えてしまい、滑り上がり脱線や乗り上がり脱線が起きる。また、新幹線では高速走行時での脱線防止を優先するため、 フランジ角度を大きくしている。カ車では、脱線防止を優先しながら、ヘビ行動対策や、摩耗防止などを考慮して、フランジ角度を大きくし、フランジ高さを可能な限り高くした、N 踏み面コンタが採用されている。車輪の走行による摩耗においては、フランジ部と踏み面の内側が、主に摩耗する。特に、フランジ部は、曲線レールと接触するため摩耗が多く、 摩耗を減らすためにフランジ部に焼き入れを行って高度を高めたり電気機関車の最前位や最後くらいの車輪には走行に応じて自動的に油が塗布されるフランジ自動という木が装備されている。また摩耗によりタイヤコンタが当初の基本形状から変形して円滑な走行を阻害するため摩耗量に応じて専用の機械により作成されて 基本形状に戻している。また、車輪自体の原毛は、走行による摩耗による原毛よりも、作成による原毛の方が量が多く、フランジ角度が大きいほど多くなる。車輪の種類の断面のモデル図、1タイヤ付け車輪、2一体圧縁車輪、3弾性車輪、4軽量車輪、A 輪芯、B タイヤ、CO 細菌、D 防振ゴム、E 車軸、回押さえボルト、 タイヤ付け車輪、編集一体車輪におけるリム部がタイヤと呼ばれる別部品となっている車輪。タイヤは輪心に焼きばめされて取り付けられる。摩耗限度に達した場合、タイヤだけを取り替えることができる長所がある。一方、焼きばめ部分は仕官、損傷する可能性がある。一体圧縁車輪、編集詳細は一体圧縁車輪を参照車輪全体が一体化して作られた車輪。 車輪は金属を圧縁機で引き伸ばして作られる。現在日本国内で使用されている車輪のほとんどが、この一体圧縁車輪となっている。いかに形状による日本国内での分類を示す。A 型車輪ボス部がリム部により内側に位置し、板部が踏み面に対して垂直に立つ格好となるため、強度上有利な構造となっている。特に政権がない限りこの形状が使用されている。 B 型車輪ボス部がリム部により外側に位置し、車輪の内側のスペースを広く取れ、駆動装置などを配置しやすくなる。狂気用の同軸で採用されることが多い。C 型車輪バンブがまっすぐとなっている車輪。車輪の板部の両側にブレーキディスクを取り付けるために採用される形状。A 型波打ち車輪。A 型車輪の板部を波打ったような形状にした車輪。 波打った形状にすることで合成を増して、その分板厚を薄くして軽量化が可能となる。B 型波打ち車輪波打ち車輪の B 型版。弾性車輪、編集車輪をタイヤと和心に分割して、両者の間に防振ゴムを挟み込み、押さえ、ボルトと押さえ金で押さえ込み固定する構造を持つ車輪で、防振と騒音低減が主目的である。 明治期の鉄道初期時代のマッチ箱客車の車輪には、ホイールとタイヤの間に貸資材を入れて、騒音低減を図っていた。しかし経年変化による貸資材の劣化により、タイヤに緩みが出るため、このような構造を持つ車輪は一旦は使用されなくなった。その後、防音の効果が非常に大きいのみならず、防振の面からも PCC カーを中心とする路面電車で商用され、 1950年代以降に日本でも和製 PCC カーや無音電車と呼ばれる PCC カーの技術を取り入れた車両を中心に一部の路面電車で導入された。日本の一般向け鉄道車両では名古屋市交通局で採用されたほか、1980年代中盤に広島電鉄がドイツ流のゴムブッシュ圧入式断製車輪を使用する70型を ドルトムーン都市から輸入している。1998年にドイツ高速鉄道アイスにて男性車輪を採用した車両が走行中に車輪が破断して多数の死者を出す事故を起こした。事故の直接的な原因は男性車輪のタイヤが疲労破壊を起こしたことであった。これ以降、アイスでは男性車輪の採用を取りやめて一体車輪を採用している。詳細は エシェで鉄道事故を参照のこと。軽量車輪、編集は心をアルミ合金で作り、タイヤと輪心の間に防振ゴムを挟んだ車輪。車輪の軽量化と防振を目的としている。防音車輪、編集車輪の曲線通過時に発生するスキール音を軽減するため、減衰を付与するためリングをリム内周部に装着した車輪。急曲線が多く騒音が大きくなりがちな。 地下鉄車両を中心に使用されている。鉄道車両用車輪のレールと接触する部分を踏み面と呼ぶ。踏み面は円錐形のような形をしており、カーブにおいて輪軸の舵を取る効果を有する。カーブに差し掛かると遠心力により外周側に輪軸が向かい、車輪の小道がより大きな部分がレールに乗る。内周側では逆に車輪の小道がより小さな部分が レールに乗るこのことで外周側がより大きな距離を進むことになり、カーブを曲がることになる。この動作は、臨軸を単独で、レール上を転がした時でも起こり、自己操打機能という。従って、フランジは極端に急なカーブなど場合のみ働く。しかし、この自己操打機能は、直線路において、左右に繰り返し運動を引き起こす原因にもなる。 この点についての詳細は打工道を参照。輪軸の構造と車輪の踏みずら勾配踏みずら形状の種類、編集踏みずらの形状は、鉄道車両の用途、国、地域、鉄道事業者などによって様々である。踏みずら形状はいくつかの直線、曲線が組み合わされた形をしているので、一概には言えないが、主に以下の種類がある。円錐踏みずらレールと接する。 主な部分が直線となる形状。国内では在来線は10分の1から20分の1の傾斜の円錐形状が広く使用されているが、新幹線は40分の1の傾斜の円錐形状を使用して直進安定性を向上させており、新幹線0系と新幹線200系で使用されていた。円弧踏みずらレールと接する主な部分が円弧となっている形状。円弧型にすることで、 フランジに近い部分の車輪径を大きく、フランジから離れた部分の車輪径を小さくして、曲線通過性能と打行動の防止を両立できるようにしている。円水踏みずらと比べて摩耗が少なく、国内では在来線は踏みずら半径 500mm の円弧形状が使用されているが、新幹線は踏みずら半径 1000mm の円弧形状を使用しており、 新幹線100系以降の新幹線電車に使用されている。車軸は左右人組の車輪をつなぐ軸で左右の車輪を同時に回転させる。車輪とは圧入により組み立てられるのが一般的である。超低床 LRV などでは低床化のために左右の車輪をつなぐような車軸のない独立車輪と呼ばれる形式を採用している。ここでは中未か中空かまたは 動力伝達の有無で分別する。忠実車軸車軸の材料が中まで詰まった車軸。棒状の一般的な車軸で、下記の中空車軸と対比するときに、このように呼ばれる。中空車軸車軸の中心を、端から端まで穴を開けた構造の車軸。長い円筒のような形状となる。主な目的は軽量化で、日本の新幹線車両など高速車両で、 採用されている。機械加工による中栗で穴を開ける場合は、中栗車軸とも呼ばれる。同軸車両の主電動機の動力をレールへ伝える、輪軸に使われる車軸。電車の歯車箱や、機動車の減速機用の歯車用の座を備えるのが、特徴。重軸動力伝達に使われない付随車用の車軸。ブレーキディスクが、車軸に取り付く場合は、ディスク用の座を備える。 ありがとうございます。